おはようございます。ラスカルでございます。今日はね、和歌山県にあるカフェダイニングカラーズさんってお店に来てまして、チャレンジメニューを挑戦しに来ました。というのも、こちらのお店ではオムライスのチャレンジメニューがありまして、一応ね、3キロと5キロの2種類で、どちらも制限時間が30分で、3キロの場合だと、もし失敗すると3000円の支払いで、5キロの場合だと1万円のお支払いになるみたいです。成功の場合は料金が無料プラス5000円の消費券がいただけるそうです。で、このオムライスね、めっちゃ種類なんだよね。こんな感じでオムライス1、2と項目があるんだけど、1だけでもすげえあんの、わーっとたくさんあって、一応ね、このメニューの中からであればどれでも大きいサイズにしていただけるそうです。そう、今回僕が頼んだのがね、これ見えるかな、これ、ね、一番これ上のやつ、幸運の女神ってやつ、ハンバーグのせのボリュームたっぷりオムライス。ちょっとね、ケチャップライスでデミグラソースがかかってるようなタイプです。説明はこんなとこ。それじゃあ後ほどチャレンジで、バイバイ。じゃあ僕の方大丈夫です。はい、はい、はい、スタート。はい、はい、はい、いただきます。でかっ、うまそう、うまっ、うん、じゃあこのソースはなんか追いソースで自由に使ってくださいことなんで、食べきらなくても大丈夫です。よっ、うん、せっかくもらったから大きいの。めっちゃ入んないかな、これ。うん。普通ので。うん。めっちゃ食う。熱量がえぐいな。ハンバーグ。ああ、うまい。何分？
チャレンジする方はぜひね、あんとか汁多めの方をおすすめします。これはすーげー大変。ちなみにソースってもうちょっともらいたいですか？あ、いいですか？あ、いいです。ちょっと持ってきます。すいません。はい。すいません。優しい。あと10分。お願いします。あ、食べます。すいません。クリアできるかな。すげえ弱気になってきた。お名様はご案内。すごいな。おめでとうさんを失礼します。落ちないね全然。ありがとうございます。え？残り5分。多分今日ダメだな。急ぎよく諦めよう。無理。はい、ということで今包んでもらっちゃいました。一応もうね、まあまあお腹苦しいんで、無理してね全部食べきるよりかは、一応まだ和歌山の方にはいるので、今日のお夜食でお持ち帰りしたいと思います。いやー、また大食い YouTuber さんのチャレンジ待ってますんで。スーッとお腹いっぱいでね。一応なんかこのチャレンジも予約とか必要ないみたいで、まあ、もちろん忙しい時間だとなかなか作るのに時間かかると思うんですけど、まあ基本的には関係なく作ってくださるみたいなので、ピークの時間とかを外していくのがベストかと思います。はい、ではごちそうさまでした。